皆さんこんにちは。目分量クッキング、今回はこの漬物を使って料理をしていきます。お茶漬けパリパリという、なんとも言えないネーミング。きゅうりとナスがメインの漬物みたいですね。これは美味しそう。ということで今回作るのは、漬物そぼろ丼です。それでは、レッツラゴー。まずは、フライパンに油をひいて、ニンニクを炒めたら、豚ひき肉を投入。塩コショウを振って炒めていきましょう。ひき肉は火の通りが早くて便利ですよね。でもダマになっているところがあると中の方が生のままだったりするので、しっかりほぐす必要があります。こんな感じで倍速にすると画質が悪くなりそうで怖いんですが、今これ大丈夫でしょうか。編集画面だとえぐいくらいカクカクしてるんですが、そんなこんなでお肉に火が通ったら漬物を入れて炒め合わせていきます。今回、本当は高菜を使いたかったんですが、スーパーに売ってなかったんですよね。これは多分、ちょっと前に高菜チャーハンの動画を上げたので、高菜人気が爆発したんでしょうね。すごい影響力だ。醤油とみりんで味付けします。漬物に味がついているので、味付けはシンプルでいいと思います。いい感じに全体に味が馴染んだら、ご飯の上にのっけて、中央に卵黄をのせます。漬物そぼろ丼の完成です。漬物の風味と食感がやみつきになる一品。いろいろな漬物が使えると思うので、皆さんお好きな漬物で作ってみてはいかがでしょうか。刻んだたくあんとか美味しそう。それでは今回もご視聴ありがとうございました。